はい、こんにちは、アリアです。今回はこのゲームで入手できる作物15種類についてお話ししていこうと思います。まずはその15種類を集めに行きましょう。モンスターからドロップしたり、ストーリーの島から集める方法もありますが、今回はなしです。素材島からのみ集めに行こうと思います。早速ね、その15種類集めに行きましょう。はい、やってきました。最初、ふさふさ島ですね。この島では4つ、いちごとキャベツとトマトとキビ集めることができます。そしてこのいちご、普通に集めることもできますが、犬を連れてくることで種を見つけてくれます。こんな感じで種を拾うことができます。ぜひ活用してください。はい、お次がトマトです。トマトは一緒に支柱が生えていますので、回収してしまうと作る手間が省けます。次がこの島3つ目のキャベツ。キャベツは島の平原、トマトと同じようにこんな感じのところに生えています。はい、最後がこの島4つ目の作物、キビです。キビはこんな感じで島の中の湖の浅瀬に生えています。以上でこの島4つ作物回収しました。次の島はこのジメジメ島です。ジメジメ島では3つの作物、ウリナスとカボチャと小麦集めることができます。そして今取ったこのウリナスは、先ほどのイチゴと同様、犬が種を探してくれます。ぜひ犬を連れてきてください。2つ目の作物が小麦です。小麦はちょっと低めの大地、少し高い山にありますね。はい、最後です。カボチャ、こんな感じの毛が生えた泥の上によく生えています。近くにはね、あんな感じでキラーパンサーがいることが多いです。この島ではウリナスと小麦、そしてカボチャ集めました。お次がこのゴロゴロ島です。ゴロゴロ島ではトウモロコシと唐辛子集めることができます。トウモロコシはこんな感じの少し低めの山にありますね。そしてトウモロコシの種は犬が探してくれます。犬を使うと1回でたくさんのトウモロコシ集めることができます。はい、そしてこの島2つ目の作物、最後の作物がこの唐辛子です。この唐辛子がきっと一番集めるの大変じゃないかと思います。こういったひび割れた地面の上にあるんですが、島に来ても1個もないなんて時があるんですね。図鑑埋めだけのためなら1つでいいので頑張って探しましょう。ひび割れた地面のところに生えています。この島ではトウモロコシと唐辛子集めました。次の島はこのピカピカ島です。ピカピカ島ではコーヒー豆のみ集めることができます。コーヒー豆は犬が探してくれますね。生えている場所はこの少し低めの茶色い山、こういうブラウニーがいることが多いです。そしてこのマップはマグマがあって風のマントがあまり使えないので、キラーパンサーを連れてくると非常に早く見つけることができると思います。このピカピカ島ではコーヒー集めることができました。はい、あと2つの島ですね。頑張りましょう。この島では3つ、豆とわさびとメロン見つけることができます。豆はこういった湖の中の比較的大きい小島に生えています。数は多いのですぐ見つけることができると思います。そしてお次がわさび。わさびは同じように湖の中の、今度は浅瀬に多く生えています。これも数が多いのですぐ見つけることができると思います。はい、そしてこの島最後のメロン。メロンだけは湖ではなくて、この緑の部分、平地に生えています。そしてメロンは今までのように犬が種を探してくれる作物ですね。あれ、どこ行っちゃった。あ、いたいた。こんな感じで地面が光っていますので、掘るとメロンの種が埋まっています。この島では豆とわさびと、そしてメロン集めることができました。はい、最後の島、ヒエヒエ島です。この島では2種類の作物、ネギとジャガイモを集めることができます。ネギは今までの島と同様に犬が種を探してくれます。そしてネギ自体はこの
大きな杉が生えた少し高い山にいっぱい生えています。はい、そしてこの島最後15個目の作物ですね。じゃがいも。じゃがいもはネギとは違って平地に生えています。近くに壊れた鎧や枯れた木、こういった旗がよくありますので、扇状地跡に生えていることが多いです。これで15種類すべての作物が揃いました。はい、これで作物15種類すべて集めることができました。この作物15種類を空っぽ島で育てると開拓レシピ3つ達成することができます。作物を育てよう、5種類10種類15種類開拓レシピが3つ達成できます。そしてその開拓レシピ2つ目の10種類育てを達成すると、それ以降はこんな感じのレア作物が生えてくるようになります。種類は7種類ですね。たまに生えてきます。この7種類ですね、光っていて綺麗ですし、あとはレアリティも高いです。食事料理に使うと高級ななんちゃらになります。あとは犬の繁殖に使ったり、収穫した際には染料も獲得することができます。ぜひ楽しみにしてください。そしてお次がこのキラーマシン。農業をするにはキラーマシンがおすすめですという話をしていきましょう。キラーマシン何がおすすめかというと、まあ利点が3つ、メリットが3つありますね。まずは1つ目、作業範囲が広い。ちょうど作業をしてる人は いましたね。こんな感じで一気に9マス水をまいたり、種を収穫したり、種をまいたり作物を収穫したりすることができます。青いキラーマシンは一気に9マス作業するんですが、この白銀のメタルハンターは1マスのみの作業ですのでお気をつけください。そして2つ目のメリットが剣を持っている、まあ要するに戦ってくれるということですね。普通の農民、ストーリーで仲間になった以外の農民は敵が来たら逃げてしまいますね。逃げて部屋の中に閉じこもってしまうなんてことがありますが、キラーマシンはしっかり敵と戦ってくれるのでそんなことはないです。しっかり敵を倒してその後農作業も続けてくれます。これが2つ目のメリットです。一番最後がご飯を食べない。これは純粋に作った作物を消費しないということに加えて、農作業の時間が長い。朝起きてご飯を食べて作業するのではなく、朝起きたらすぐ農作業をしてくれます。ですので人間が作業をするよりもずっと早く、ずっと長い時間働いてくれます。これが3つ目のメリットです。一応デメリットもあって、それが肥やしを入手できない、これがデメリットですね。ご飯を食べないので当たり前ですがトイレをしません。ですのでこの肥やしが集まらずに、肥料だったり草原団子、そして森林団子、これに必要な肥やしを得ることができません。これが唯一のデメリットじゃないでしょうか。せっかくですので、そのキラーマシン集めに行こうと思います。はい、キラーマシン仲間にしてきました。場所はチャポチャポ島です。キラーマシンはこういったね、白い島の周りを覆っている雪の山によくいます。走り回って探すのではなく、こうやって待っていると湧くことが多いです。極力視界の中に白い山がいっぱい入るようにしてしばらく待ちましょう。湧きましたね。お、ラッキーですね。一発でした。しっかり作ってきた魔物の餌使って仲間にしましょう。魔物の餌は苦きのこと枯れ草ですね。はい、今回は一発で無事に仲間になってくれましたが、仲間にならなくてもまた同じように待っているとすぐリポップすると思うので、キラーマシン自分が欲しい数揃うまで粘ってください。
ですが、パーティーが6人7人になるとそれ以上仲間にならない可能性が高いので、 2,3 匹捕まえたら自分の島に帰るようにしましょう。これでキラーマシンを仲間にできました。はい、無事にキラーマシン仲間にできましたね。あんな感じでリポップを待っていると結構早く仲間にできるんじゃないかと思います。最後はこの農業をする上で、農業をしていく上でちょっと気をつけたいことお話ししておしまいにしましょう。まずは最初、これは基本ですね、みんな知っていると思います。トマトとウリナスは支柱がないと枯れてしまいます。同じようにキビとわさび、こちらも水中で育てないと枯れてしまいます。これはみんな知っていましたね。そしてお次がこの白樺、畑にいつの間にか木が生えているというお話です。もはや事件ですよね。しっかり種を植えて、そして農民が世話をしていたのに、いつの間にか木が生えている、そんなことありませんか？てかありますよね。これ原因があって、家畜いますよね、動物、牛、羊、そして鶏。ペットというよりは家畜よりのこの3種類、普段ご飯としてこの牧草を食べているんですが、牧草がなかった場合、この作物の芽、収穫できる前の状態の作物を食べてしまいます。そして食べられた作物は中身がなくなって、こんな感じですね。盛り上がっているのに叩いても何もない、種ごと消えてしまいます。そして放っておくといつの間にか白樺の木が生えているということですね。ですので、いつの間にか畑が白樺だらけという人は家畜にやられているんじゃないでしょうか。対策としては、純粋にこんな感じで牧草をいっぱい植える、もしくは飼育小屋と農場を分けてしまう、これもいいと思います。ですが、開拓仕事に分けただけじゃダメなんです。分けただけだとたまに家畜が餌を求めて遊びに来て作物を食べて帰るなんてことがあるかもしれません。ですので、開拓地ごとに農場と飼育小屋を分けて、さらに牧草を植える、そうすることで家畜による被害を避けることができます。いつの間にか畑が白樺の木だらけなんてことはないと思います。はい、最後は作物の植えておける数の上限お話ししておしまいにしましょう。こんな感じで上限を超えてしまうと作物の種を植えることはできませんと表示されます。今自分が持っている畑はこの15個、1つの作物につき1個のかかしと畑を持っています。これで上限をすでに超えてしまっています。上限が結構厳しいと思われるので、自分が作りたい作物を選別する、もしくは1つの畑で2つ以上の作物を育てるなどの対策が必要です。そしてここからちょっと難しいんですが、ちょっと聞いてみてください。今種植えることができないですよね。それは上限を超えてしまっているから当たり前なんです。ですが、この状態で種を植えることができる場合があるんです。それがこの作物が成長しきっている状態、他の作物が収穫できる状態になっていると、自分はまた新しく種をまくことができるんです。おそらくこの蒔いてある種と収穫直前の作物は別扱いされていて、自分は新たに種をまくことができる、そういう仕組みなんだと思います。そこまではいいんですが、そのまいた種、そして収穫直前の作物、収穫直前の作物って結局はキラーマシンだったり農民によって収穫されますよね。収穫されたらこの状態、種が埋まって芽が出るのを待っている状態にまた戻りますよね。ってことは、つまりこの種を植えた時と同じ状態になります。ですので、どちらかが島に植えておける作物の種の上限を超えた、そんな状況が発生します。ですので、どちらかの種が植えられないだけではなくて、種ごと消失してしまう、こんな感じですね。土は盛り上がってここに種があったはずなのに、上限を超えてしまったがために
気づかないうちに作物と種がなくなってしまうなんてことが発生します。不具合なのか、なんか微妙な抜け穴的なものなのかわかんないですが、結果的に植えてしまったがために種ごとなくなって作物も生えずに、なんかスカスカの畑になるなんてことがあると思います。助言はっきりと分かってはいないんですが、畑15本持つと完全にオーバーになってしまうと思います。ですので注意してください。種ごとなくなってしまいます。植えられないならまだしも、いつの間にか種がなくなってもう芽も生えないなんてことがあるかもしれません。というのが最後の注意でした。一番最後にまとめだけしましょう。まずは作物15種類集めてきました。粗大島で全ての15種類集めてきて、空っぽ島で植えると開拓レシピ3つ達成します。2つ目の10種類以上作物育てる達成すると、そこからレア作物が発生するようになります。そしてその次はキラーマシンがおすすめですという話をしました。そして捕まえにも行きましたね。キラーマシンたくさん仲間にして効率よく農業を行ってください。そして最後、注意点をいくつかお話ししました。枯れてしまう作物、そしていつの間にか生えている白樺の木、そして最後に上限を超えてしまうとなくなってしまう種、そのお話をしました。以上です。お疲れ様でした。それじゃあ、バイバイ。